どうも皆様ごきげんよう、コメンです。それではナイトインザウッズ続きをプレイしていきましょう。昨夜は大変なものを目撃してしまったところからですね。はい、一応パソコン見てみましょうか。さあ B はあの後どうなったんでしょうね。グレッグたちも、いやメイ昨日本当にありがとうね。ああ B が普通に接してくれる、朝もったんだけど相当手間かけちゃったなって、ありがとうね。本当に感謝してるよ。お店片付けとくから暇だったら寄ってね。もうなんかこの間までのさ、なんか言い争いが嘘のようだね。いやー昨日遊べなくてごめんな。まあアンガスとデートだったらしゃあないでしょ。アンガスもごめんね。だっていやいや、今日はバンド練習だ。ボスの俺様が決めた。じゃあ仕事行ってくる、バイバイ。今日もいい一日になりそうです。バンド練習か、バンド練習したい気もするな。どうしようか。いや B と関係を深めたいんだよ、どっちかっていうと。とりあえずじゃあ街に繰り出しましょう。どうせね、街に行くまでの間にやるべきこといっぱいあると思うから。ふん、みんな老けちゃったよね。なんか不思議っていうか変なんだよね。こうやって一瞬だけ時を止めて、それを写真にして、それを我が家の正式バージョンにするなんて。うん、正式バージョンは常に更新するという。探偵小説とかないかな。あるじゃん、あるに決まってるじゃん。ホラー小説とかはない。本当にいた、マジ幽霊の話とか。キチガイ用マニュアルのがいるかも。そうか、いや違う、これはおかしくなんかない。研究勉強ってのはいいことだ。問題に真正面から向き合って頑張って解決しないと。おかしくない、おかしくなんか、ん？おかしくなんかなってないから。うん、冷静に大人らしく対応している。私は大丈夫だから。どうした？全然対応できてないやつの感じだぞ。いつ見てもね、何も変わんないよね。鳥としての存在ってどんなもんなんだろう。うん、それは君自身の問題でもあると思うが、1階のちゃんと動く時計からするとこいつが恐ろしい、もう怖いんじゃないかな。あの2階にあるでっかいやつ、自分はなんか違う、でかいし気味が悪い、夜中に変な音出しみたいな。いやーこいつは気味悪いとは言えないね。おじいちゃんの形見だからね。こういうのがもっとあればいいのに。うん、そうだね。おじいちゃんの形見はあと歯ぐらいですわ。挨拶ぐらいしてもいいんじゃないって。お母さんでしょ。ああお母さんとも今ギクシャクしてますからね。あらメイちゃん、ようお母さん。疲れ切った顔してるね。いやまあ昨晩はね。お母さんも頭も超痛い。今日の天気は今のメイに似合っているわ。暗くてボロボロ、曇りか。今日はそれでいいわ。沈黙。ねえメイちゃん、また大学の話でしょ。昨日はごめんね。こっちこそ、いろいろ言っちゃってごめんね。しかも思ってもいないことまで。まあ思ってたって思ってなかったって。ああいう風に言い合うのやめようね。自由に話せない仲になりたくないの。とにかく数年前みたいなこともう二度と起きてほしくないの。数年前、本当にごめんねお母さん。もうすべて。ねえみーちゃん大丈夫？うん、私もストレス溜まってるだけ。昨日は変なもの見ちゃったし、っていうか見た気がする。ちょっと話さない？アドレ、今はまだこう心の準備が必要ってやつかな。大学の話は？それもアドレ。一応話しかけるけどね。なんでそんなにストレス溜まってんの？まあメイちゃんはもう大人か。いいから話してよお母さん。お金のやりくりでしょ多分。数年前のメイの事件の後、知ってると思うけど解決するのにお金がかかって借金しちゃったの。うわすげえ申し訳ないって感じだよ。うん、過去のことはもういいからね。うん、でもメイが大学進学ってなった時にね、住宅ローンみたいなの組んじゃったの。大学ローンってあるよね。メイに何があっても困らないようにと思って。それで？で思ったほどうまくいかなかったみたいで、私がもうどれだけバカだったか。ちょっとお金に困っていて、普通のローンが組めない人にこういう住宅ローンを勧めるので。どういうこと？闇金？単純に言うと私たちの銀行は私たちが銀行に食い物にされたってことよ。そして今は銀行がこの家の所有者だし、この家の実際の価値以上の借金もしているの。どういう意味？家を取られるってことよ。この家に住み続けられるかわからないという意味よ。ってことは今すげえピンチじゃん。それに私とんでもなく最低じゃん。そうだね。大丈夫よメイ、心配しないでね。メイはもうちょっと自覚した方がいいと思うよ。もういい年してんだから。何読んでんの？未解決殺人事件の特集よ。実際にあった事件？そうじゃない？わからない。どうでしょうね、あったんじゃない？すごく難しいの聞きたい？ぜひぜひって言っとこうか。とあるキッチンに死んだ男がいる。
頭には断章があると。そこにもう一人の男がいる。その男の右手に血がついている。でも銃は持っていない。断章なのに血がついてるのをすっげえ至近距離で撃ってるじゃん。最後の一点、死んだ男の後頭部に傷跡が残っている。打撲？裂傷？お母さんはその答え分かってんの？答えは一つだけじゃないかもね。とにかく人に考えさせるのがポイント。殺人について考えさせる。刑事になればことに。刑事だね。そうだね、楽しいでしょうね。じゃあ一つ聞くけどさ、その死んだ男の傷跡ってどんな傷跡なの？そこにいるもう一人の男って誰？その部屋に他に何があるの？傷跡が気になるかな。直線横幅数センチ、髪の毛の下に隠れている。切り傷かな。切り傷、刺し傷、直線だからね、ナイフの可能性が非常に高いね。へえ。でもさ、血がついてた時にさ、あのナイフを持って切ったりとかすると、ナイフの形に血がつかないからさ、すぐバレると思うんだけど、そういうの。あ、わかったかも。おお、すごい。何何？もう一人の男ってのが外科医で、死ぬ男の中に磁石を埋め込んだ。なんで磁石？だから傷跡がついてるんだ。そして容疑者は例えばスーパー磁石みたいなものを使って、その死んだ男の、死んだ男のデコに当てちゃった。なるほど、その、じゃあ外科医は共犯者なわけだね。わざわざそんな磁石を埋めるぐらいだったら直接やった方が早い。それで最初の磁石は頭からシューッと飛び出してきちゃった。だから右手に血がついてるのねって。そうそう、そしてその凶器は多分冷蔵庫に貼り付いているんでしょ。おばあちゃんの写真と一緒に。ごもっとも素晴らしい推理だね。まあプロですから。それでお金稼いだことあるのか、プロってことは。私たち二人でチームを組んだらもう名探偵団確定だね。それを仕事にしたらいいじゃん。私だってそろそろ仕事見つけなきゃいけないしね。犯罪はダメ、絶対。じゃあそろそろ行くよ。行ってらっしゃい、娘刑事。行ってきます、お母さん探偵。うん、お母さん。あ、はい。なんかお肉が書いてあるお父さんとお母さんの情報もこうやって増えていくんだね。手帳ね、コンプリートしたよね、中身に書いてある絵をのね。さて、奇跡のネズミに餌をあげたり、ネズミくんとお話ししたり。あ、だいぶ曇ってますね。相変わらずこっちはいけないんだね。お星様はさ、多分見れないじゃん、この天気だったら。一応行くけど。ほいほいほい。一旦電線の上を登るとね、電線の下に降りることがちょっと困難なんだよね。さあ、あ、でも先生いる。先生いるんだったら一応話しかけに行ってみようか。どんぐりを蹴っ飛ばす。あ、すげえどんぐり落ちていったじゃん。お、どっからだっけ。ほ、こっから、こっか、よっ、ほ、オッケー、よいしょい、オッケー、ギリギリ、はい。やあ、メイボロウスキーさん、はい。いやー、この秋風の香りがたまらんよな。うん、かなり匂うね。落ち葉の匂いとか、たっぷり吸い込んどこう。そういえば、星、見てみる？え、この天気で見えんの？ちょっと見てみて。フィルターは？フィルターちゃんとしてるか、メイ。死ぬぞー。さすがに君の責任だよ。何回それやりとりやんねん。こうやってね、前見た星とかもあるからね。お、反応があるよ、これが。見つけたぜ。見つけた。見てみようと。ヘビ。めっちゃ矢が刺さってる。大ヘビだ。大蛇だね。大ヘビじゃない。大蛇だ。大蛇。うんうん。続きは？でっかいヘビ見たことあるよ。続きは？大蛇はね、地下から出てきてあちこちで村を襲い始めた。どんくらいでかいの？もしかして人を丸飲みできるぐらい。どこの村？よくある村だよ。そっか。それで大蛇が一気に全ての村へ巻きつくと、村人は気づいた。皆同じ大蛇だ。なんでやねん。そして全て村の人が協力して大蛇を殺した。ピンポン。その大蛇ってなんで村人を襲ったの？大蛇に同情しちゃってるのか？よくわかんないけど、とにかく大蛇を連呼したいね。大蛇、大蛇、大蛇。え、それだけ？まあまあ、ヘビはね、食べるためだけに村を襲ったんじゃないですか。何が正義とか何が間違いとかさ、そんなんさ一括りにはできないけどさ。
難しいところだね。お、これか。よし、見つけた。今回早かったね。船長、星座発見。ガイドブックを見てみよう。お、今度はなんかお話がちゃんとありそう。おお、こいつはいいね。きっと気に入ってくれると思う。マジで？うん、死人だから。おお、うんうん、確かに気になるね。霊能者のグラマシーだね。グラマシー、霊能者。生前は死人と話すことができたらしい。なるほど、高齢術を使うのか。どうだろう。いや、グラマシーが死んだ時、グラマシーの霊が蘇ってグラマシーを通じて話しかけんだって。それってちょっとバカらしくない？どうして？だってさ、それって普通に生きてるってことじゃん。違うよ、グラマシーの体は死んでたんだ。じゃあゾンビだったってこと？しかも生前の知識もそのまま。別に人を食べようとしたわけじゃないよ。じゃあ要するに生前よりちょっと生臭いみたいな。その通りだ。っていうか、なんで星にしようと思ったの？全くわかんないね。ある意味すごいよね。バカらしいけどすごい。でさ、この話の教訓は？教訓？だってこういう星とか星座の話っていつも教訓があるでしょ。人生ってわけわかんないからな。それが教訓なの？今日はこの2つだけだな。わあ、わあって君。うん、あんまり今回ためにならんかったな。めちゃくちゃ早かったし。まあこんなもんでしょう。全ての失敗やお話から教訓が得られるとは限らんからな。そうだろう。じゃあ数日後にまた来てな。いや、絶対ね、最初の方の頃ね、見逃してると思うんだよね。とりあえず、こっから降りて、下のポエマーにもお話を聞きたいところではあるんだが、あ、どんぐり持ってった、リッサン。あ、バイバイ。おー、ちょっ。オッケー。よー、よいしょ。ふふー。よー、また登ってやったぜ。ベランダは嫁さんが2層塗ってくれたんだ。ああ、泥の足跡つけるんじゃないぞ。それは申し訳ないね。いやー、セルマ、ハロウィンどうだった？なんか変だった。収穫祭行ってきたよ。やばいもん見たっていうか、見たって思い込んでるだけかも。その後はひどい悪夢見たし。そう、私はずっと家でお菓子食いながらテレビ見てた。どの番組もハロウィン特集だった。私はハロウィン特集をライブしてたからな。確かに、すげえ。うん、新しく書いた歌聞いてみる？聞きたい聞きたい。秋の風待ち、秋の過ち。過ちだったか、今。ちょっと、はい、読み飛ばしてしまったな。秋の探査、秋の犯罪。秋の、あ、これ何？過ち？やっぱ過ちでいいのか。浮気することとか、浮気。秋は浮気の季節。例えばガソリンスタンドのやりまん女と、あ、11月にね、あ、やめなさい。ガソリンスタンドにも風評被害よ。ヤリマ女にも風評被害よ。ああ、はいはい。それね。それはね、失礼だよね。そうだね、失礼だね。だいぶ失礼だね。ねえ、チェゾコフ先生。おお、セルマちゃん、どうした？めっちゃ上と話してじゃん。いつか落っこち死んじゃうよ。じゃあ、その時はセルマちゃんの上に落ちるようにするから、セルマだけが死ぬやつ、それ。ターゲットにはちょうどいいかもね。俺のがまだ大きいから絶対当たるね。お二人さんったらもう、葉っぱ葉っぱ葉っぱ。まあ秋だからね。それってまた歌なの？違う。よし、こんなもんかな。オッケー。おばちゃんいる？ああ、いるね。よし、じゃあお話ししていきましょうか。あら、こんにちは。よう、メイだよ。覚えてるよ。まだそこまでボケてないからね。おじいちゃんのことなんだけど、話したことって何？本当に知りたいなら話すよ。本当に知りたいんだけど。あなたの家系ってトラブルメーカーが多いのよね。特にお父さんの方にね。そうなの？ずっと遡っていくといろいろあるのよ。政府が労働者のストを止めようと軍隊を送り込んできたとき、メイちゃんの家系に反発した人もいたのよ。メイちゃんの家系に反発した人？どういうこと？ああ、はい、なんか聞いたことあるね。ヒー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 ばあちゃんとかだったよね。ヒーの数が間違ってるかもしれないけど。暴動が起きた頃、私もおじいちゃんもまだいなかったんだけどね。もっと前の話かい。あれは生まれる前だったから。でもあの後、この町の引き潮の頃はずっといたからいろいろ見てるのよ。うん、なるほど。で、例えば、また今度話そう。私すぐ疲れちゃうから。ああ、わかった。何かいるものとかないかな。お金はないけど。じゃあ、いや、私は大丈夫よ、めいちゃん。また今度話そうね。わかった、じゃあね。
ということで、はい、ネズミの子に追いチップレッツェルあげたらお喜びするんだろうなーって。万引きとかほんとダメよ。まあバレたらさ失敗するだけだからさ別にいいんだけどさ、おっと、もう早くも早くも気づいている。おい触るなって。あ、ソーリー、今日は奇跡のネズミくんたちにはお菓子はあげられないわ。今日はもうチャンスはなさそうだ。ごめんよネズミくんたち。あ、なんかどうしても変な感じがするんだよ。分かってるけど、いいことも変、いいことでも変に感じることってたまにあるのよ。なんかさ、あるものを渡したくないって思ってる人がいるのに、それを勝手にもらうのってやっぱ悪いんだよ。でもね、神様からしたらそういう風に見てないと思うの。少なくとも私にはそう見えないよ。ふむ、それはあんたがいい人だからだな。ヨーヨー、こんにちはメイ。ヨー、私昨日さ最悪な夢見たんだけど。私も自分がピザになる夢だったんだけど、ピザ誰かに切られちゃうんじゃないかって怖かったの。わあきついな。ええ、それを聞くとこの街にピザ屋がないって思い出してちょっとへこんじゃうな。今は高速道路の近くから注文するしかないよね。悲劇的だよ。俺は鳥になって南の方へ飛んでって、他の鳥に追いつかなきゃ取り残されてしまうって夢を見たんだ。ああそれはそれはなんか悲しいね。それ良い夢ではなかったな。今のブルースの心情だろうねそれはね。何の話してんのお二人は。大事な会議がもうすぐ開かれるんだ。町会議のね、町議会のねか。うん、何についての。ブルースの処遇についてじゃない。すげえ、なんか深刻そうだね。メイもうまくいくように祈ってくれれば嬉しいな。まさにこんな時なんだから、神様が動く時っていうのは。だといいんだけどな。動いてくれるよ、私も祈ってるよ。うん、ブルースに幸あれ。ヘイ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 。よう教会ママ。よう異端者娘。異端者、いつかは礼拝に参加するからね。ていうか日曜日なのに早起きしなきゃいけないってきついよ。とても人生を豊かにするのよ。お父さんもそう思ってるわ多分。お父さんは一応参加してくれるからそれだけでいいけどね。お母さんにとっては大事なことだから理解してくれてるから。分かってます、分かったよ、反省してます。ってか仕事としてここにいるじゃん。そういうものじゃないのよ信仰っていうのは。断罪より御社だからね。まあ何でもいいよ、とりあえず行くわ。またね。お話はこれだけか。あ、落ちちゃった。え、落ちちゃった。今日は最終日だよ。何が。いやなんか寂しいね。早かったな。後でどんな感じか教えてね。何の話。うん、また後で話に来るよ。なんか残しちゃったらごめんね。いやドナーがいなくなったらどうしよう。みんなで映画でも見に行かない。そうだね、いろいろと落ち着いてからね。そこでみんなで何かしようよ。そこでスーパー、ん？それにスーパーでいずれも会えるしね。そうだね、そんなに遠くに行かないからね。全然近いじゃん。何かまた一つ終わっちゃうのかな建物。そしてささっき電線から落ちたけどさ、あれはさ、わわ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 の人が落としたのかな。勘弁してほしいんだが、邪魔しないでほしいんだが、頭からかじるぞ。そして犬もいる。ネズミくんは上にいますね。よいしょ、オッケーオッケー。ネズミくんのところに行くのはいつも一苦労だよ。おっ、さあ着いたよ。収穫祭行ってきた。行ってきたよ。舞台に出されちゃった。 B という友達がドジっちゃったおかげで、別に B がドジっちゃったわけじゃないでしょうよ。そっか、あれは私はピザの食べながら血濡れのゴルゴンを見た。いいね。どうかした。いや別に、ただね、昨日の夜もしかしたら幽霊を見ちゃったかも。よくわかんないけど、っていうかそれって超面白くない。いや超面白いの正反対みたいな。ああそっか、なんかごめんね。いいよ、また後でね。幽霊の件頑張ってね。ありがとう。トンネルの壁画がめちゃくちゃにされたの見た。は、うん、結構面白いよね。面白いっていうか、ん、おかしいし最悪だよね。うん、犯人知らないよね。知らないね。容疑者いっぱいいるけどね。うん、容疑者ばっかりこの街は。
話合わんね。よいしょ。OK。Hey。曜日。あ、うん、いや、昨日はありがとね。この借りはいつか返すよ。楽しかったよ。あの後わけわかんないっていうか最悪のことばっかり起きちゃったんだけどね。どうしたの？まあ、後で話せよ。まだまだ頭の中で整理できてなくてさ。そっか、まあ、また教えてね。わかった。今日はバンド練習があるんじゃなかったっけ？うん、ちょっとグレッグを探しに行ってくるわ。すぐ見つかるだろうね。まあそらそうでしょうね。スナファンいるらしい。うん。あいつがなんでクビになんないのか想像できないよ。商品パクったり物をぶっ壊して遊んだり、好きな時に店を出てって帰ったりするしさ。グレッグは自己中心な生き方してるからな。それ人のこと言えないと思うよ。どっちかっつったら世界が奴のルールに従ってる気もするんだよね。ほう。自分で言っちゃったけど考えたらよく意味わかんない。それでさ、ん？それでもさ、ほうだよ。よし。じゃあ後でバンド練習参加するような感じで。バンド練習がある日はじゃあ B もグレッグも一緒に過ごせるんだね。あ、まあでもショッカーってなんだよ。そっか、あのパート3の始めだもんね。最初のパートだからあんまり複雑なルートがないのかもしれない。よし。ビデオアウトパース2。アンガさんにもお話を聞きましょうか。ヘイ。後でバンド練習やる？やろうかな。変な夜だったんだ。どう変だったの？後で話すわ。うん、それぐらいですね。アンガスはね、グレッグのね、彼氏だからね、あんまり仲良さそうにしない。俺は。そういうのは全部グレッグを通してやる。あー、店が誰か引っ越してくるのかな。どうせしょうもないのだろうけど、ペゼさん会いたいよ。新しい店に変わんのかな。だとしたらちょっと期待ですね。よう、スメルターズ。またまたびしょ濡れだよ。またまた寒いし。秋だからね、ただの雨だぞ。なあ、あの、俺らってなんでここに突っ立ってんの？誰か変わってくれんだよ。うん。メタ発言かな、今。よし、じゃあ、スナファ。ハロー。よう。うわぁ、うわって変な夜だった、変な夜、ん？大変な夜だった、変な夜だった。どうしたの？またバンド練習の時に言うわ。わかった。何してんの？挨拶に来ただけ。バンド練習行く？どうしようかな。続けて収録しちゃうか。よし、じゃあ、ここまでにしましょう、今回は。はい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。